幹事社の朝日新聞の内藤です。大臣から冒頭よろしくお願いします、はい、皆様おはようございます。今朝官邸は閣議と閣僚懇のみでございました。まず、クラウド時代の医療 ICT の在り方に関する懇談会の報告書の公表について申し上げます。本年6月より総務大臣政務官と厚生労働大臣政務官の下で、クラウドやモバイル、8K といった新たな ICT 技術の登場を踏まえた医療 ICT の在り方を検討するために、クラウド時代の医療 ICT の在り方に関する懇談会を設置し、精力的にご議論をいただきました。この度同懇談会の報告書が最終的に取りまとめられましたので、本日公表することといたします。現在病院診療所などを ICT で結ぶ医療情報連携ネットワーク、いわゆる EHR というものでございますけれども、これが全国でおよそ170程度存在するんですが、日本の全地域全人口をカバーするには至っておりませんし、多くが運営費用ですとか利用率の低さといった課題を抱えています。こうした現状を踏まえて懇談会でご議論いただいたわけなんですけれども、国民のお一人お一人の方に自らの健康医療情報を還元してさまざまなサービスに活用できる仕組み、いわゆる PHR を整えるということによって、ご本人がメリットを実感していただき、活用を進めるということが重要だというご提言を、いただきました。で、具体的な活用シーンとして、想定できることなんですけれども、例えばですけれども、指紋などの生体、認証ですね、そういったものを取り入れて、本人認証の、仕組みをきっちりと整えた上で、救急などの突発的な救急時ですね、こういう時に医師がその患者の方の過去の医療データに適切にアクセスできるようにしますと、救命率も上がるかと思いますし、また医療サービス格段に良くなると考えています。で、私としましてはこのように国民の皆様に具体的なメリットが見える形で PHR を進めていきたいと考えています。で、またこのほかスマートフォンなどのモバイル端末の普及ですとか 8K 技術の登場を受けまして、これらを医療分野で活用することで医療の質が向上する可能性についてもご提言をいただきました。で、総務省としてはこうしたご提言を受けまして、今後とも厚生労働省や内閣官房の健康医療戦略室などとしっかり連携しながら、PHR データの収集管理活用に関する実証、そしてモバイル端末とクラウドを活用した医療サービスに関する実証、そして 8K 技術の遠隔医療などへの活用に向けた実証をですね、平成28年度予算を確保して進めてまいりたいと考えております。この詳細につきましては、情報流通行政局情報流通高度化推進室にお尋ねをいただければと思います。次に、テレワーク先駆者100選およびハッピーテレワーク賞の実施について申し上げます。テレワークはワークライフバランス向上や、女性活躍の推進、柔軟な働き方の確保が求められている中で、 ICT を活用して自宅ですとか外出先など場所を選ばずに、多様な働き方を可能とするものでございます。総務省としては積極的に、推進をしています。で、また地方創生の観点からも、地方で東京などの仕事を、受ける都会と同じように、働く環境を実現していくふるさとテレワークを今年度全国15箇所で展開しているところでございます。で、こうした中で産学官から、構成されるテレワーク推進フォーラムでは、今年初の取り組みとして11月をテレワーク月間と定め、集中的に普及計画啓発を進めています。で、総務省としましてもこのテレワーク月間に合わせまして、
テレワークの導入活用を進めておられる企業や地方公共団体など、テレワーク先駆者100選、ということで、募集し公表することにしています。でさらにハッピーテレワーク賞でございますけれども、まあ、これはワークライフバランス向上に貢献するなど効果があったテレワーク経験者のエピソードですとか、経験者に限らず、皆様から斬新なテレワーク利用のアイデアを広く募集しまして表彰することにいたします。まあ、こういった取り組みによりまして今後のさらなるテレワークの普及促進につながることを期待しております。詳細につきましては、情報流通行政局情報流通振興課にお問い合わせをいただけたらと思います。私からは以上でございます。幹事社から一問お願いします。マイナンバーの通知カードがですね、昨日配達状況が日本郵便からまとめられましたけれども、現時点11日時点で1割の世帯にしかまだ届いてないと。で政府としては今月中に全世帯に配達すると言ってきましたが、果たしてこのペースで今月中の全世帯配達が可能なのかどうかお聞かせください。はい、通知カード、送付の進捗状況でございますが、11月11日の時点でまず郵便局への差し出しについてはすでにすべての都道府県でスタートしております。872市区町村の、約2387万通が完了しています。で各ご家庭への配達につきましては約595万通が完了しております。郵便局での処理としましては不在の留め置きが約94万通、自治体への返還が約31万通、これを含めますと、初回のお届けということでは約720万通が完了しているというのが現状です。で印刷事業者におけます今後の作業計画もおおむね固まってきたところです。印刷工程は11月15日には完了、11月22日ごろには郵便局へのすべての差し出しを終える見通しと聞いております。今後もおおむね11月中には初回のお届けができるように関係事業者や日本郵便とも十分連携を図りながら通知カードの確実な配達に努めていきたいと思っております。でなお郵便局への差し出しですとか配達の状況などによりましては、初回のお届けが一部12月になる可能性もあると考えています。しかし今後の配達の見通しについて現在印刷事業者の作業計画を踏まえまして日本郵便において配達計画の最終的な詰めを行っていただいている段階でございます。しっかりとまずは正確にですねご本人に配達をしていただくということが何よりでございます。しかしながらあんまり遅くなりますと今度は来年1月からの利用に向けてですね支障が出ますので日本郵便さんには基本的には初回のお届けを11月末までにと、一部さまざまな事情で12月にずれ込む場合もあるかと思いますけれども、郵便局への差し出しをしてですね、これから配達が始まりますといった段階で各自治体にご連絡をするという作業も続けておりますというのが現在の状況です。印刷事業者の計画を考えるとおおむね11月中には初回を届けられるということだと思うんですが、一方で日本郵便の側はですね想定よりも結構配達に時間をかけている。それはなぜかというと誤配達などのトラブルが結構続いているからだということを言っていて、今月中の配達はかなり厳しいと言っているんですが、それを考えると今月中に全世帯に配達するというような業務の発注を政府が日本郵便にしたのはある種日本郵便のキャパシティ許容量を超えていたのではないかというような見方も出てくると思うんですが、分かりました。この配達の計画ですね、例えばJリスからですね、情報が行ってですね、そこから通知カード
まあ、これを製造して、納入すると、まあ、要は国立印刷局から各郵便局、にこう差し出しをしていく、そして通知カードを配達していくというこの、3段階の工程につきましては、まあ、昨年の9月から、関係者間で詰めをしてまいりました、まあ、つまり総務省、JLIS、国立印刷局、日本郵便で協議を行ってですね、でシミュレーションもきちっと行ってきたものでございます。まあ、詳しくは9月17日の、まあ、総務省ホームページにも、まあ、概ね11月中の初回お届けということを、載せておりますけれども、これはこのシミュレーションにおいて郵便局の配達についてですね、まあ、一定の休日出勤、まあ、長勤も、まあ、行っていただくことも前提にこう割り出してスケジュールを組んできたものでございます。まあ、しかしながらご配もあったり、まあ、天候の関係があったり、まあ、いろんなこともあるんでしょう。多少こう遅れが出てきていると、まあ、特に気象条件とか地域の事情などによって、遅れも出てきているというのも承知をいたしております。まあ、しかしながら、できるだけ頑張っていただきたいと思います。で特に、できるだけ不在時に、行かないようにということで、在宅率の高い、まあ、夕方ですとかお休みの日を選んで配達をしていただいていると、まあ、いったこともありますので、まあ、限られた時間の中で特に配達をされる方々には大変かと思いますけれども、丁寧に、まあ、なおかつ、迅速に、まあ、できる限りのことをお願いしたいと思っております。まあ、かなり時間をかけてシミュレーションしてきましたけれども、やはり実際の業務現場のことでございますから、さまざまな条件によって変わってくるという状況も否めないと思っております。お願いします。通信の藤本と申します。はい、今の関連なんですけれども、印刷の工程につきましてはおおむね予定通りというお話も伺ったことがあるんですが、はい、そのどの時点で、まあ、昨日の JP のお話ですと、まあ、今のペースその、まあ、郵便局への差し出しが、まあ、もう少しまあ、ペースが早ければというようなお話もあったんですけれども、そのどの時点でどういう形で今現在その遅れているという認識なのか、どこでちょっとこう予定と違っていたのかっていうのをもう少し教えていただければと思います。まあ、印刷局の方の、まあ、作業工程についてですね、先ほど印刷工程が11月15日に、まあ、完了する。で、まあ、それから22日ごろに郵便局へのすべての、まあ、差し出しを終えるということで申し上げましたけれども、通知カードの製造それから搬入の工程においてですね、この製造した通知カードを日本郵便に納入する工程に一部やはり遅れは生じていたようでございます。ですから昨年9月時点のシミュレーションより最長でですけれども1週間程度の遅れが生じているということでございます。で、まあ、郵便局の配達も10月23日からこうスタートしてますけれども、やはり先ほど申し上げました通り気象条件ですとか、まあ、地域の事情によってですね、20日以上、まあ、かかっているというケースもあるということでございます。下です。関連でなんですけども、今印刷局での作業工程が、まあ、最長で1週間での遅れというお話だったんですが、で、まあ、19月中の配達完了が難しくなって12月に入った場合、まあ、その遅れが出たときに全体の例えば個人番号カードの受け渡しであるとか、そういったところの全体の工程にどういった影響が出るか懸念されていることがあれば教えていただけますか。まず特にまあ中小企業、まあ、大企業も含めてですけれども、まあ、中小企業、まあ、NPO 法人も含めて、まあ、さまざま今度税に活用していかなきゃなりませんから、
従業員の方々から、番号を集めてきちっと管理するという作業がございます。まあ、そういう意味ではやはり11月末を目途に、配達を、していただくようにということでお願いをしてきたところでございますけれども、やはりその12月の下旬までかかってしまいますと、相当そういう意味では、厳しい問題が出てくるんじゃないかと思いますので、まあ、一日も早くということで、お願いをしているところでございます。日経新聞の大坪ですが、今 の印刷局の作業工程とかにちょっと遅れが最長1週間ということでしたけれども、細かいんですがその原因というのはどういうふうに聞いていらっしゃいますでしょうか。ちょっとごめんなさい、私も理由についてまでは分かりません。だいたい、去年からこうシミュレーションしたものに対する、遅れの、日数については手元に資料がございますけれども、それでは後ほど、担当局から説明をさせていただきます。すみません、再度で失礼いたします。全体 の運用開始ですとか個人番号カードの交付のスケジュールを特に見直すということは今のところ考えていらっしゃいませんでしょうか。今のところ考えておりません。他はよろしいでしょうか。ありがとうございました。どうもお疲れ様でございました。